おはようございます。なんか早起きしました。わかんない、目が開いてない。おはよう。本当に寝起きと寝てない時わかる。焼肉食べてダメだったの？マジで？もたれちゃったの？せっかく切ってないよ。切ってません。いやよちよちなの。おはようございます。眠っ。マジ3秒前に起きた顔してるやろ。結構ね、夜ね遅いよね、ごめんね。いってらっしゃい。おはよう。目が開かないぞ。何気が迷ってた。本当にこうしていいよ。いつもだったらさ、ちょっと話したら待って、めっちゃ眠い、眠いですね今日も。今日もとか言っていつも眠くないだろって感じなんですけど、いつもだったら喋ってたら起きるんだけど、みたいな。二度寝する可能性大です。いや、寝るけど、もうちょっと。いや、わかんない。寝るかわかんない。起きるかも、そのまま。夜も見に行けそう？よかった。おはよう。眠い。で、寝るでも眠い。お、解放届きそう。解放の写真を昨日か一昨日ぐらいにあげようと思ってけど、なんかまだ情報が解禁されてなかったから、あげれ、メールに送れなくて。昨日はクレヨンしんちゃんを見てたの、夜中に。そしたら眠くなってきて寝た。3時とか4時ぐらいかな、わかんないけど、そのぐらい。結構早かった。ダンスしたからかな、頭を使ったし昨日。
眠いよね。起きた瞬間に始まったの。レナもさっき起きたけど運命じゃないよ。今日も頑張ろうね。おはようございます。クレヨンしんちゃん見てた。めっちゃおもろい。みんながクレヨンしんちゃんのこと言ってんの。効果やばいよね。睡眠と起きたわ。いや面白いの。クレヨンしんちゃんガチ面白くて結構、結構ね面白いんですよ。でもなんか8分とかしかないから毎回あのエピソード更新しないとダメなのがめっちゃめんどくさい。髪の毛乾かしてる時とかあのめっちゃめんどくさい。次に次にみたいな。なんか髪の毛前髪ボサボサな気がする。どうボサボサ、オイルが少ないからそう見えんのか。そうめっちゃねクレヨンしんちゃんやばいよ。眠い。今日眠い。さっき起きたもんだって。マジさっき起き。え、そうだからなんかたまにめちゃくちゃ面白い時が来んの。たまにめっちゃ面白い時が来る時はあの眠いって思ってるけどなんか起きちゃう。今日もクレヨンしんちゃんおもろいじゃんって起きちゃう。気づいたら始まってた。それ8分なの。8分とかだった気がする。1話分しかないっていう。めちゃくちゃめんどくさい。キャッキャ笑ってないし。キャッキャ笑ってないよ。看板見てありがとう。あ、確かに夢見たわ。でも夢見ました。夢なんかね、どんな夢だったっけ。なんか分かんない。寝てください。二度寝してください。クレヨンしんちゃんたまにいや面白いなんか見入っちゃうシーンがあって、その時はなんか面白いじゃんこれどういうこととか思ってね、起きて見ちゃう。フリーやいらない。フリーやめて。いや笑わないから。声出して笑わないよ。やばい人やん。それでしんちゃんが言うの好き。なんか最近昨日見た面白かったやつは、なんだっけな、昨日の面白かったやつはなんか寝る前に見たから覚えてないんだよね。なんだったっけ。朝に見てます。起きて忘れ、そう忘れた。え、なんかニヤニヤっていうかあのなんかあの面白い、あ面白いっていうかなんかおもろーじゃなくて、そなんか内容が面白いみたいな、内容があるやつ。ちょっとしっかりね、いってらっしゃい、頑張ってね今日も。レナと結婚する夢は見ないでください。見てください。そうなの、寝る前に見てるの内容忘れんの。本当にそう。ってことはあれなの、配信を寝る前に見てるってことは。忘れるよねじゃないよ。寝る直前忘れるわね。やっぱ忘れるんだ寝る直前。ちょっと待って思い出すわ。どんなの見たっけ。本当に覚えてない。結構見たんだけど。
何も覚えてない。そう、夢すらダメ。100回目ありがとう。どうなんだっけマジで。ねあ、マサオくんじゃないわ、ぼーちゃんが UFO 宇宙人かもって、マサオくんが間違った話見た。宇宙人に連れ去られた、宇宙人連れ去られて、ワンチャン宇宙人説みたいな。で、なんか防衛隊のみんなで、なんかぼーちゃんの背中にチャックがあるか確認しようってなって、なんかぼーちゃんはいつも石も拾ってるし宇宙人説あるよねっていう話。マサオくんがぼーちゃん宇宙人だってみんなに言って、めっちゃおもろかった。めっちゃおもろかった。でしょ、レナの配信も寝る前に見てるから記憶飛んじゃう。めっちゃおもろかったよ。ぼーちゃん役やだ、ぼーちゃん役無理、変えるかなそれは。レナは何役がいいかな。マサオくんとか、マサオくんね、結構みんなにめっちゃいじめられてんの。ちょっと起きてきたぞ、元気になってきた、かぎれな。え、マサオくんめっちゃね、みんなにいじめられてんの。風間くんとかに、なんか、おにぎり野郎とか言われてた。めっちゃおもろかった。風間くんですよね、風間くん。風間くんだよね、あれ。風間くんとかに、風間くんとかに、なんかね、おにぎり野郎って言われてて、みんなにめっちゃ言われようで、毎回ずっと泣いてる、おにぎりさん。カエル化なんだけど、ぼーちゃん。ぼーちゃん役はカエル化でしょ。え、主人公いただいていいの、しんちゃん。だる、似合ってるとか言われんの、だる。描いてきたね。え、扱いめっちゃおもろくない？扱い、いや、風間くんがね、おにぎり野郎みたいな言ってて、おにぎり野郎って言ってて、おもろかった。ひまわりだってあれじゃん、まだ喋れないじゃん、小さくて。かわいい、ひまわりかわいいよね。うん、あとね、白の話も見たよ。なんかなんだっけな、なんだっけ、しんちゃんが好きな、しんちゃんが好きな戦う人、スーパーマン、アクション仮面、アクション仮面の話に、なんか犬のロボットが出てきたの。で、次の日、シロに、なんか段ボールでアクション仮面の、その犬のやつみたいな、仮装をさして、で、散歩に行ってた。シロが嫌がって、みたいな。え、わかんない、覚えてない。あんで、また風間くんが、なんか、ミミコちゃんの人形を、カラスに取られて、みんなで回収しに行ったみたいな話。頭形めっちゃおにぎりだよ、めちゃくちゃおにぎりくんだよ。今日なんかめっちゃそんな三角じゃない、いや三角三角じゃないとかおもろいんだけど。アクション仮面、うんうん、白やばい、めっちゃ可愛い。白ってあんな、なんか意識あったんだね、意志、あんな意志あったんだね、知らなかった、あんな意志あったのは知らなかったです。初知り。え、三角頭だった。
にぎりはまさおくん、え、風間くんは誰だ。あ、おにぎりはまさおくんでしょ。レナ、まさおくんって言ってなかったっけ、誰って言ってたっけ。風間くんがあの頭いい人だよね。あとなんか風間くんが、風間くんだよね、頭いい、頭いい人がなんかあのアクション仮面好きなの言ってないじゃん、同級生の子たちに。でっていう話を見ました。おにぎりが誰だ、ぼうちゃん、おにぎりまさおくんだね。風間くん髪の毛青い、青い系だね、青い服着てるだからじゃない。みんな髪青くないでしょいや、みんな髪青くないからみんな青いのやばいみんな青いか、てんてんてんだし、めっちゃもろ。おはよう、青だっけ、でもなんか青っぽいよね。だってさ、マサオくんは、マサオくんってあれじゃん、マサオくんだってもう坊主じゃん。だよね、マサオくんの髪型確か。風間くんはあれだよね、できっこキャラだよね。坊ちゃんは鼻水攻撃の子。映画劇場版クレヨンしんちゃんになったら坊ちゃん強いからね、鼻水攻撃めっちゃ強いえ、髪青いっけ、嘘、気にしてみてなかった。しんちゃんとか髪黒くない、青いんだ、わかんない、覚えてないや。確かに風間くんってね、名前がダメ スネオポジが風間くん、いや違うでしょ絶対、出来すぎくんポジでしょ。一面で言えばってこと、誰だろう、もう一人なかったっけな、いないか。え笑ってないか見たことないの、本当に見た方がいいよ、めっちゃもろいからね。でも確かに教育に悪いところはある、ありますね、見てて見てて、教育悪いだろこれとか。え、あとね、なんかネットフリー見てたら、あの13歳以上ってなってさ死んだと思って13歳以上ってなっててめっちゃおもろかった。え、クレヨンしんちゃんって13歳以上なんだみたいな、対象年齢みたいな。ジャイアンポジは絶対ないか、ジャイアンポジは誰だ、子供の頃見てた見てた見てた、ヤバス、ねねちゃん、ねねちゃんの話か、ねねちゃんの話題ねねちゃんはなんかずっとリアルおままごとのリハーサルをしてしようとしてた。ねねちゃんの話ね、ねねちゃんまだ一回もないかもしれない、ねねちゃん主人公は。ねねちゃん主人公今んとこないかも、え、ないかもしれん、あるあったんかもしれんけど、あれかもね、覚えてないだけかもね。キャッキラありがとう。ぼうちゃん役すんのに見てんのおもろい真剣なの変えるからね余計おもろすぎて無理、本当にやばい、これ寝起きじゃなかったら多分もっと笑ってるわ、つぼってるな、これは。いや、それな、13歳からね。めっちゃおもろくない？レナマジビビったもん。え？みたいな。え、13、え？みたいな。でもなんか、確かに思った。いや、それな、夕方に放送するな。うん、姉ちゃんの回ね、ないね、今のところ。
今のところないですね。おはよう、おはようございます。いや、役作りで見てんのマジでしんどあ、ねねちゃんのお母さんのね、回まだ出てないな。まだ出てない。せやないとくるとか関係ないからそんなのでカエルか紛らわせない死んだ。気合い入れてんのやばい。気合い入れてる。図書本なの？クレヨンしんちゃん13歳、やばない？13歳ね、やばいよな。起きてるで。つまり中学生じゃん。そういうこと？暴力 NG なんや。そういう感じ？あ、しんちゃんがお尻出すからってこと？あ、それが記憶に良くないみたいな。お尻出す人おらんやろ、それ13歳以下で。それ見てる。テロップ出た？めっちゃ前に出てるよ。まだ出てない。出てるね。誰も何も言わないのね。うんうん。どういうこと？ウィンザーメつけたのここにここにとか言ってねるねるってないやねほんまに。え、何そのガチな感じ。見てみたいんやけど。普通に見たいねんけど。何それ。それさ、周りの人もそれぐらいあるってことやんな。坊ちゃんでそれならさしんちゃんとかもお尻出してんちゃうの。そんなことない。うん、え、どこだこれ。髪、え、しんちゃんのさ結構怖い系。怖いよな。わかるわかる。母ちゃんって呼んでる。え、げんこつあんで。まだ見た。げんこつされてた。おしり探偵は聞いたことあるけど見たことないな。でも地上波でやってたよね昔かな。お兄ちゃん世代かな、分からんけど。あんま見たことない。いやいや、コネコネ一緒とかじゃないから理由が違う一緒とか関係ないよ。これとおばちゃんにしたのね、やばい、見てみたい。普通にやばい、めっちゃ気になってきた誰が見んのさ、大勢とか言って。やばい、頑張って、ありがとう。お尻出しちゃうから。え、多発したの？え、そうなの？お尻出す人なんかいないでしょとか言ってたんだけど。え、そうなんだ。でしょ、テーマになって。ええー、そうなの？え、そうなんだ。やばー、めっちゃおもろいじゃん。笑い方。へえ、子供って可愛いね。なんか、子供って可愛いね。クレヨンしんちゃんに影響されちゃうんだ。ええー、そうなんだ。そんなことがあったんだね。やっぱおもろいですね、ちっちゃい子は。何をしでかすか、何をしでかすかわからない。親を呼び捨てにしてんのもダメなんだ。確かに母ちゃん呼びだね。母ちゃんと父ちゃん呼び。そうなんだ。ダメじゃん。じゃあ13歳以上から見てくださいって感じだよね。だってレナが見てもおもろいもん普通にこれでなんか別にバカにされない。なんかそんな見てんのとか言われても、クレヨンしんちゃんって13歳以上から、13歳以上からしか見てダメだからって言います。柿本好きすぎる。
ありがとう、おはよう。でもなんか同級生で一人あの家族を全員呼び捨てう名前で呼んでて呼んでた人いた。身体影響ではないと思うけど。まだね最新は行ってないんだよけど、えでもね、でも見た感じどうだろう、えなんか1話とかからなくて、あの何どんどん更新していくタイプ、あのワンピースとかコナンとかそっち系じゃなくて、何あの更新していくタイプなんですよ。途中からで途中から消えていくみたいな、なんかフールみたいなフールタイプ、クレヨンしんちゃんだけわかんないけど。お兄ちゃんのことレナもお兄ちゃんとか読んだことないね。 MC 面白い、ありがとう。他って読んでないから。そう意外にね面白いんだよね。うん、ねえちゃんのねうさぎのやつわかる、あのうさぎのさぬいぐるみがなんか逆襲みたいなやつでしょ、なんかあの石が宿るみたいなさ。かぎれな19歳になるかな、クレヨンしんちゃん見て OK だから。母ちゃんがちゃんやめ、いや別にカエルちゃんじゃないよ、かわいいやん、かわいいやんそれは。もうカエルが恐怖症になっとる、全部カエルかって言われるから。一番最初にないの、なんか700何歩しかから見れない、700何歩から見てるから128巻。え全然お尻出してたよ、それだ、そのえ全然出してるよ、かわいいよしんちゃん。お尻で畑耕してた。マジめっちゃ笑った、昨日見たんだけど、昨日のね。ドラえもん見てないわ、ドラえもん見てないな。でも劇場版のさあのドラえもんは虹がかかった、かわいいよかわいい、あ確かにお兄ちゃん2人いるからかな、わかんないけど、ドラえもん劇場版見たいなって思ってる。親と一緒でも12歳か、12歳なんだ、精神年齢低そう、本当に低くないから、低くないから、かわいい、ちゃんと虹に入れたかな。なんか畑を耕してた。畑でなんか野菜を作ろうみたいな、うん、しんちゃん野菜を作るわよみたいななって、でしんちゃんが適当になんか種をまいて、何の野菜の種かわかんないけどそれをなんかあの育っててた。そしたらしんちゃんが食べれないピーマンが実っちゃって悲しかったって言われ方をしてた。可愛かった、畑耕してんの普通に笑った、なんだこんなお尻の使い方できんのクレヨンしんちゃんと思って。いやめっちゃおもろい、マジ見てほしい、末っ子じゃないですね、もう一人弟がいます下に、お兄ちゃんお兄ちゃんレナ弟。あおはよう、おはよう。そう家庭菜園の話で、そう優秀なお尻だった、畑耕しててめっちゃおもろかった。あ806なんだ、おー結構進んでんじゃんレナ、いいじゃんいいじゃん、見て806見てめっちゃおもろいかな。そうあげるなピーマン大好きなのにと思って、
そう、大家族なんですよ。今日はもうね、今日もお仕事ですよ、ちゃんとね。一応長女だけど、長女っていう響きは使えるけど、上からは3番目っていう。一応長女っちゃ長女だけど、ま、寝起きかな。レナも大丈夫、さっき起きた。最近 G 見てない、見てないです。なんか死骸みたいなの見たけど100回目、そう、今日はね、結構大変なスケジュールで。めっちゃ大変なんですよ。松子も予約しちゃって。で、あの、終了時間。お仕事の終了時間が、あの、45分ってなってて。で、そのちょうどの時間。15分後に予約を入れちゃって、松葉の同日予約だからキャンセルできなくて、おっとーと思って、やばいよね。 LINE しとこうと思って。頑張ってね、ありがとう。仕事行ってくる。よっしゃ、またやりに会いましょう。昨日やばかったよね。昨日暑かったよね。いや、昨日はね、ずっとなんかレッスン中にこもってたから暑さが分かんなかった。でも夜もめっちゃ暑かった。なんか帰る直前、いつもだったらレッスン場で踊ってちょっとストレッチとかして、あの、寒くなってきたなぐらいで家に帰ろうとするんですけど、外に出るんだけど、昨日は夜遅くまでやっちゃってたから、もうダンス踊って、よし帰るぞって外に出たら、え、外も暑ーと思って、夜だったけどね、めっちゃ暑かった。松葉で寝る、早く起きたけど。ね、あ、やばいよね、ちゃんと飲み物飲んどかないと。マジでさ、飲み物、やばいな。15分後、え、何の話してたっけ ?15 分は厳しい。え、なんだっけ、何の話してたっけ。ああ、15分でね。松葉か。30度もあんの？え、嘘でしょ？名古屋？やば、でも昨日もそんぐらいあったんだっけ？どうなんだろう。わかんないけど。夜も暑かったよね。夜も暑かったよね。限りなく旺盛って限りなく何も悪くして、悪いことしてないし。何も悪いことしてないんだけど。そうなんだ。やばー、めっちゃ暑いじゃん。やだね。あ、でもみんなも仕事だったらあれか。外の人は暑いけど、赤だったらあんまり太陽に当たることない。ブラック中です。いや、サボれてるから、サボれてるからホワイトや。サボってんじゃん、ダメじゃん。昨日からなんだ、寒いの。そうなんだ。音は待ってるよ。あんまり寝起き、寝ぼけないの。なんか高校の時とかも家出る15分前とか20分前とかに起きてたけど、街って、あの、寝ぼけないんですよ。寝ぼけて変なこと言わないし、街って大丈夫。寝ぼけない、普段から。おはよう。普段から寝ぼけたことないです、私。寝ぼけてないじゃん、寝ぼけてないじゃん。じゃあね、頑張ってね。やばい、みんなお仕事行っちゃう。私も今日も頑張りますか。じゃあ
朝配信したから朝メール送った方がいい？メールもういらない？みんな仕事行ってるからもういらないか。起きてからでいい？メール。わーって言っては目覚めないかな。寝ぼけない、あんまりレナあんま寝ぼけないんだよね。結構起きてマジですぐに階段ダッシュで降りて顔洗ってみたいな感じだから、そう、全然大丈夫。頑張れな、ありがとう。会社向かってる？ゴジちょ、ゴジらないように頑張る。昨日かなんか、いつだっけ、なんか忘れたけど、もうメール欲しいですか。何してからでよい。あ、じゃあ SKE の解放の写真を送りますね。解放の写真、解放となんだっけ、あとね、なんか解禁されたやつ送れるやつあったんだよね。あー、今月の生写真のやつか、それ送っとくわ。撮ったよね多分、確か撮ったと思うから送りますね、メールで。マジでダダこねない、てかダダこねる時間、暇がない時間に起きてるからやばい。今日昆布取りに行かないよ今日昆布取りに行かないよ。35度、やばー、お疲れ様。ちゃんとオフショ撮ってるよ、ちゃんとね、オフショ撮ってますよ。予感か、4巻とか言ってるやん。なんかコメントで4巻ってあったんだよ。だからさ、えと思って、何言ってんだろうと思って、多分そのコメント飛ばした気がする。そういうことかと思って。今日水曜か、ごめんね、携帯めっちゃグラグラしちゃって。今日水曜か、うん、嬉しい、ブログ書けるのことで、メール書きに行ってきます。笑わないで、本当に嬉しいから、ブログ書けんの。なんか 笑われたらさ、受験さんはこの人ブログ書くの嬉しくないんだって思うでしょ。またねー、いってらっしゃーい、頑張ろう今日も。マジ嬉しすぎて泣きそう。週に1回の俺の日、俺だけの日、俺のための日全部日本中30度超えじゃん、やばー、そんな暑いんだ、好きな人じゃん。ありがとう、今日も頑張ろう、ブログ待っててね。今日ですけど応してるよ、うん、マジ結構嬉しいよ今日それやばいよね、ニョロニョロもごじってるしさ、漢字もごじってるっていう、どっちかにしろよみたいな感じだよね。次のドン、よかった、頑張ろうね今日も。おやすみかんです。なんか短すぎたらね、あれだね、あんまりねあ、そうじゃん、ブログの写真も撮ってこないとじゃん、やばいやばい。ちょっと任せてください。まあでしょ、みんなもね、この週に1回のね、この水曜日が楽しみに生きてると思うから。はい、ありがとう、おはよう、おはよう、バイバーイ。あ、やばいやばいやばい、危ない、切っちゃいよった、切るんだけど、つかこいな、知ってるよー。写真ね、オッケー、写真たくさんね、やっとくわ。ありがとう、お疲れ様、ありがとう。5時からみんな推理できてんのやばいよね。おおすれなー。おやすみー。はい、ありがとう。まだらー。ありがとう。バイバーイ。生命すごいよね。おはよう、おやすみー。ありがとう。おやすみ、またねー。バイバーイ。まだらー。みんな今日も頑張ろう。いた。今日も頑張りましょうねー。一旦メール書くかな。寝るかはちょっとあんま分かんない、今は起きたから。いや、やっぱりちゃんと寝てよ、今日も頑張ろうね、バイバーイ、おやすみー。お、気をつけてね、お出かけ気をつけてください。
バイバーイ。今日もありがとう。